カメラ位置的にすいません。ちょっとチェックのためにこんな画角になってますけど、これから陸送業者が来て引き取りになるんで、最後のチェックとしてやろうと思います。じゃあ今日が6月の27日、今日引き取り日です。6月27日の今11時18分のチェックです。じゃあこれから一応最後に、これでもう引き上げになったらもう相手のもので、まあもう名義変更なんていうか、もう相手のものなんですけど、とりあえずこの陸送を引き渡す前に最終チェックとして動画に残しておこうかなと思います。じゃあそのチェックとして、じゃあまずエンジン始動とで、軽くちょっとね、走るよっていうのを証明するので、ちょっと軽くギア入れて少し走ります。最後にまたライトとかその辺の点火系がちゃんとつくかも確認します。じゃあライトオンで、でこのロービーム、ハイビーム、はい、ロービーム、ハイビームちゃんと効きます。で左ウインカーのインジケーターとフロント、リア、次右インジケーター、フロント、リア、ちゃんと、はい、見えますね。じゃあ次に、あ、そうか、ライトオン時のブレーキが若干光ってるのと、じゃあちょっとね、これもう前ブレーキかけてるとこ見えないけど、前ブレーキ、次後ろ、どうやろう、ちょっと画角的に、じゃあ後ろブレーキ、はい、 OK ですね。でライト消しての、じゃあまず後ろブレーキ、ライト消しての前ブレーキ、はい、 OK ですね。であとはホーン、ピッ、うわ、うるせえ。はい、 OK です。であとはキルスイッチで、このインジケーターランプ、ニュートラル、オイルランプつきますよってのと、でエンジン始動してオイルランプ消えますよってのと、でハイビームでつきますよ。はい、これで特に問題ないかなと。あとメーターのこの辺の光、メーターのランプもちゃんとついてますよってのと、あとは大丈夫かな。はい、そんな感じです。じゃあ状態に問題ないってことはこんな感じで証明できたかなと思います。一応陸送の時にオーバーフローとかしないようにオフにしておきます。当たり前なんですけど、コックはオフの状態で、ある程度このキャブに残ってるガソリンも使い切るように、今ちょっとわざとコックオフでキャブの中のガソリンがある程度減るように今やってます。だからこれでオーバーフローとかの心配もない状態で陸送できると思います。そんな感じで、まあ特にもう陸送前にチェックしましたけど問題ないかなと思います。じゃああとはもう陸送業者次第なんですけど、まあちゃんとした業者なんでちゃんと運んでくれると思います。とりあえずこうやって、まあある程度外装の写真とかも含め、これからまあ問題ないよっていうのを、問題ないよっていうか、この現状の状態一応写真に撮っておいて、ちゃんとこの公表しますんで。陸送前の状態、問題ありませんでしたよっていうのをこうやって公表して、うん、これで無事に販売終了かなと思います。一応はまあ保証はないんで、まあ後から何かあったりとかしたらもう自分で直してもらう形にはなりますけど、まあ今こんな感じでチェックして、まあ特に問題なく届いたらすぐに走り出せることができるかなと思います。あ、そうそうそう、ガソリンね、ガソリン、一応伝えはするけど、ガソリンが多分 3,4 リットルぐらいしか入ってないと思うから、まあもちろんこの届いたら、とりあえずまあエンジン暖気して、でそれでガソリンスタンド行ってもらって、まあガソリン満タンにするなりしてから走ってくださいね。まあそれで問題なく走れると思います。
そんなぐらいかな。あとちゃんとコックオフにしてますんで、あのオンに忘れないんでまあ多分わかると思うんですけど、これオフのまま走ったらエンジンかかんないし、なおかつあの走れませんからね。オフにして初めて、この不発式じゃないですから、エンジンかけたら自動的にガソリンが落ちてくるやつじゃないので、届いたらオン、あ、オンじゃない、リザーブね、リザーブオンにしたら、あの多分3リットル4リットルだと、オンだと多分吸えないところのなんていうの、このラインにあると思うので、届いたらまずリザーブ、リザーブ一応このキャブある程度減らしたんで、オーバーフローしないように陸走の時とかにタプタプ溜まっていると、この揺れてその隙間からあれとこれか、オーバーフローパイプないから、このキャブってオーバーフローパイプないから、オーバーフローしちゃうとエンジンか、もしくはこのパワーフィルターの方、パワーフィルターの方に流れちゃうので、ある程度はこのオフの状態でエンジン動かしといて使い切るようにしてます。なのでもうほぼほぼ溜まってないと思うんで、届いた時に何もせずにエンジンかけたら始動性すごい悪いと思うので、届いたらリザーブにして少し時間を置いて、時間を置くっつっても1分とか1分ぐらい置いといて、そしたら溜まってくるんで、溜まったらエンジン始動して、まあある程度暖気して、それからガソリンスタンド行ってもらって、ガソリンちゃんと給油してから走り出すってことで問題ないと思います。一応届く時どうなってるかわかんない。一応ちゃんとタイヤの空気圧とか、そんぐらいかな。一応点火系はこれで今チェックはしましたけど、届いたタイミングでまた改めて確認とか、一応陸送業者のこの運んでる間に何が起こってるかわかんないですけど、まあおそらく大丈夫だと思うんですけど、届いたらちゃんとその辺の点火系がちゃんと点火するかとか、まああとはもう異常がないかとか、まあないと思うんですけど、その辺ちゃんと確認して安全に走れるって分かったら走り出してください。じゃあそんな感じかな。特にもうそうですね、もう動画見てる人は分かると思うんですけど、保証なしのノーサポートの販売にはなりますけど、まあこれで特に問題ない状態っていうのはもう分かってるので、まあ普通にガソリンさえ入れれば走れるかなと思います。じゃあちょっと宣伝になるんですけど宣伝なんですけど、こんな感じで、ちょっと今回初めての販売だから、もうついでにこうやって紹介しますけど、自分でこうやって、まあ一応バイク屋じゃないですよ、何度も言うけど、バイク屋じゃないから、さすがにやっぱもう保証なしとかもうそういうのが前提になるんですけど、保証なしノーサポートが前提になりますけど、その代わり安く売る、もう相場で例えばこうやって車体組んで、まあエンジンもオーバーホール、その車種によって何するか分かんないですけど、エンジン開けて部品交換するとか、それしてるのにめっちゃ激安でっていうのを販売しますんで、で、そのやってる工程をちゃんと動画に出しますっていう、出してますっていう風に販売しますんで、まあもちろんそれ商売でやるわけじゃないです。あくまで趣味ですからね。趣味でやって、で、乗って、飽きたら売るみたいな。こんなって言ったら、ちょっと購入者に申し訳ないけど、まあ確かにもう、あの、バケヨン作って、もう、なんていうのかな、もう2台持ちできないからっていう理由でも売りはするんですけど、まあ、バケオンも多分同じような感じで、いずれ売ると思います。だからバケオンも、まあ、これから動画見続けてくださいね。気になる人は。どっかのタイミングで、また新しく車種なんか仕入れて直すか、フレームとか買ってきて、じゃあそれまた、この Z みたいに、組み立てて、なんていうか、走ろうとするとかした時に、2台持ちできないから、じゃあバケオン売りますとかってなるかもしれないから、その時にすぐに飛びつけるように、まあ、なんか見ててください。まあ、そんな感じかな。だから何度も言いますけど、バイク屋じゃないので、保証なしのサポートで販売しますけど、激安で、やった工程を動画に出して、そうやって、なんていうかな、まあ、あくまでも結局参考にしかなんないけど、普通のバイク屋とかではありえないというか、見られないような作業風景とか、何やったかとかです。しかもその、組んだ後に、いろんなとこ走りに行ったり、キャブのチューニングしたりとか、あれも動画出してるじゃないですか、風にした上での販売ですから、ある程度は買う人も安心するんじゃないかなと思います。だそれだったら何て言うんですか、普通のバイクだとやってないじゃないですか、そんなこと。だそういうのをやった上で、他の相場とかよりかも全然安く売りますんで、まあそれで問題ない人は購入してください。だそんな感じで、まあもう最初に言っときますけど、本当に。だなんか後からああだこうだ言われるのが本当に嫌なので、もう言ってますからね、基本的に。保証できないとか、サポートできないとか。もうそれを前提で購入できるんだったら特に問題ないです。はい、じゃあそんな感じで、まあ、こんな感じで売ってきます。だ次は、バケオンも多分こんな感じで販売すると思うんで、バケオンはそうだな、今即答はできないんだけど、CB350F が、中古相場、
中古相場見て、あ、それけ、あの、疑ってるんだったら検索してください。あの、グーバイクとかで。あの、検索して、CB350F が、今のところ中古相場で一番安いのが103万 ?104 万だっけ？ちょっとそれ、後で見せますけど。中古相場で一番安いのが103万から104万でした。だから、あの、車両価格がめっちゃ高いんですよ、今。あの、4フォアとか 350F すごい値上がりしてるんで、月、もう月単位で、前の月でいくらだったのに、今月すげえ高くなってるじゃん、みたいに。もう月単位でどんどん値上がりしてってんですよ。だからもう、売り始めの時にいくらになってるかわかんないですけど、今この6月27だっけ ?7 日現在で、この103万、4万だったんですよ。だからこれ例えば1年後にどうなってるか知らないですけど、まあ1年経ったらいくらになってるか知らないから、車両価格が中古相場で、あ、まあもちろんノーマルでね、100何万だから、それにこうやってエンジンばらして直したり、あとまだ乗り出してないけど乗り出したりとかしてチューニングしたりすると、下手したらこの Z より高いんですよね。だから、いくらだろう。何するかだよね。まあでも値段的には130か140万をめどにしてます。だからなるべく150万ぐらい超えないぐらいの価格で、なんかあの、売り出していければいいかな。まあ150はいかないと思うんだけど、多分売り出す頃には130万か140万ぐらいなってると思います。だからまあ普通に考えたら安いと思うんですよね。例えばこうやってエンジン直したりとか、まあまあ外装は変わってるけどね、バケオン仕様に。とはいえ、その辺をもろもろやった上で130、140万って安いんじゃないかなって。まああくまでこれ仮定ね。あの決定じゃないからね。バケオン売るときにこの動画引っ張り出してきて、こう言ってますよね。この値段で売ってくださいみたいなこと絶対通さないですからね。言っときます。後々でめんどくさいことなんないように。はい、じゃあそんな感じでバケオンももしかしたら、そんな感じで売るかもしんないですけど、まだ今は売らないですよ。今の段階で売らないですよ。あくまで予定ね。で、売ろうと思うんで、次じゃあバケオン売るとき、楽しみにずっと見ててください。まあ、一応今も、新たに制作しようと思ってるバイクをいろいろ探してます。またかよ、みたいな。またかよ、またかよと言わせないけど、もうすでに探してんすよ。まあ、とはいえ、うん、やっぱとにかく旧車の値段がとにかく値上がりが半端ないので、もうなんていうのかな、今のうちに買うべきなのかとか、まあ買ったところでまた直すめどが、まあ直して乗るまでのめどがどれだけかわかんないですけど、まあとりあえず今はもうバケオンが、車検が終わって届いたら乗り出して、まあその間にもいろいろ探していますけど、まあその辺のまた状況とかもまた動画にして出しますんで、まあその辺も含め、次のバイク何作るのかっていうのも楽しみにしてください。はい、じゃあそんな感じですかね。はい、じゃあこれから陸送業者が来るんで、まあそれ来たらもうこの最後のもう対面になるんですけど、自分が、いやー、ほんとめっちゃいい思い出ですね。これ作る、まあその作ってる動画は YouTube に上げてるんで、気になる人は見てほしいですけど、もうすごい思い出です。はい、じゃあ次のオーナーの元へ行ってもしっかり走って、で次のオーナーの方も乗って楽しんでください。まあとにかくバイクなんで、とにかく安全で、安全第一で楽しんでください。とにかく大型バイクなんでスピード出ますから、特に最初の時はね、テンション上がってスピード出したりとかするかもしれないから気をつけて、やっぱあの、自分が乗ってるバイクとフィーリングは絶対に違いますから、やっぱその辺がまず慣れるまで飛ばさないとか、ある程度やっぱこのブレーキの効き具合とかをちゃんと確認した方がいいって、まあ聞くんだけど、その自分の今乗ってるバイクとのフィーリングの誤差っていうのがやっぱありますから、その辺をやっぱ馴染ませて、しっかりこのバイクに馴染んだ状態で、まあ飛ばすと言われ、飛ばすって言ったらダメなんだけど、そのせめて慣れてからスピード出すとかして安全を確かめた上で乗ってください。とにかくなんか事故とかにならないように、バイクはとにかく危ない乗り物、危ない乗り物って言ったら変だけど、安全に乗らないと危ない乗り物なんで、その辺も気をつけて、しっかり楽しみましょう。バイク仲間をこうやって増やしていくために。だから旧車とかの仲間増やすために。というそういう仲間が死なないように、こういうことも大事かなと思いました。はい、ちょっとじゃあ長々と申し上げなかったですが、じゃあそんな感じで、じゃあ次のオーナーの元へでも楽しんで、じゃあしっかり走ってくださいっていう、はい、そんな感じの動画でした。じゃあご清聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。